ユントは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ミッテル・フランケンのロート軍に属す、マチソン。デオルゲンスグミュントは、フランケンコスイ地方の中心部に位置する。フレンキシェレッツアト側とシュベービシェレッツアト側が合流して、レグニッツ側となる合流点沿いにあり、ニュルンベルク大都市圏の一角をなす。この町は、公式には13の地区からなる。このうち小集落や、 孤立農場などを除く集落を以下に列記する。ゲオルゲンスグミュントは1304年に文献上初めて研究されている。この村は波乱に富んだ歴史を持っている。重要な通商路沿いに位置しており、商工業者や旅人がこの村を行き交った。その間にゲオルゲンスグミュントに泊まる人も多かった。16世紀の終わりにはかなり多くのユダヤ人がこの村に住んでいた。 シナゴーグやユダヤ人墓地はこの時代の証拠である。バイボルツハウゼン家が1292年からニュルンベルク城博の霊園としてこの地の領主となった。この貴族家が1548年までゲオルゲンスグミュントとその周辺地域のいくらかの所領を収めた。1548年から1792年まではブランデンブルクアンスバッハ辺境博領に属した。 この偏境白梁は1792年にまずプロイセン領に1806年にバイエルン領になった。デオルゲンスグミュントの議会は20議席からなる。デオルゲンスグミュントの紋章は3つのこの町の特徴的な要素が銀字の上に配されている。青い波帯はフレンキシェレッツサツ側とシュベイビシェレッツサト側の交流を示している。向かって 左の赤い斜めの十字は、この町の騎士と城の守護聖人である制限オルクを示している。向かって、右の枝についた二つのホップのマリハナは、フランケン地方のホップ生産の中心地としての重要性を示している。ゲオルゲンスグミュントは、連邦道 B2 号線に近く、鉄道路線ニュルンベルクとロイヒトリンゲンが通る交通の便の良い場所である。 ドイツ鉄道の地域急行が1時間に少なくとも1本は発着する。ゲオルゲンスグミュントシュパルト間の鉄道は1990年代に廃止された。現在はかつての鉄道跡に自転車道が走っている。ゲオルゲンスグミュントには比較的大きな産業エリアが設けられ、様々な業種の中小企業が利用している。総面積約0 9キロ平方メートルの 産業エリアは自治体の南部にあり、連邦同 B2 号線へのアクセスが便利である。毎月全世帯に無料で配布される。月刊誌のグマンダールーンちゃんは産業エリアの地元企業や商店主が資金を出している。グマンダーワービジェメナーシャフトも同様である。ありがとうございます。